はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はプロスペースやっていきたいと思います。さあ今回は OB 第1弾登場ということで、2022シリーズ2目玉といえばですね、毎月やってくる OB というところになるんですけども、今回その OB 第1弾ラインナップが激アツすぎということでね、星星秒発動ですよと。巨人長嶋茂雄終身名誉監督もびっくりなくらいの星星秒が発動しておりますので、早速ラインナップ見てガチャ引いていこうと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、では早速スカウト画面にやってきました。今回の OB セレクション第1弾ですけども、購入3回目で S ランクの OB 選手1人確定ですね。でそして今回同時にやってきているイベント、ネットスタジアムのイベントボーナス付きの選手になりますので、まあランキング報酬等も含めてですね、誰を狙うのか考えながらですね、ガチャも引いていっていただけるといいんじゃないのかなと思いますけども、1人ずつ簡単にまず見ていきたいと思いますけども、まあ、立山選手、今回目玉の選手が多い中ではそれほどでもないかなという気はします。称号で9位請求 BB の同値も可能、スタミナ2上がって請求スタミナの AA 同値も可能というね、結構幅広く何ていうんですか、使える選手になっておりまして、中継ぎと抑えもですね、限界突破5回できればいけるっていうのがこの選手の、特徴になるんじゃないのかなと。あと球種の豊富さ、素晴らしいと思います。まあ、あとは若干投げ方に癖があるので、リアタイとかで、ね、ひょっとしたら使いやすいかもしれない。コントロールっていうのもリアタイでは非常に有能なところですね。さあどんどん行きましょう。はい、2人目はタイガース村山実選手です。待望の登場。いやー写真が古い。そしてこの低さね、この投球フォームの低さをうまくこのなんか表現してるのがめちゃめちゃ嬉しいですね、タイガースファンとしては。9位スタミナ AA の同値で、デフォで登場しているというところで、まあ、オール A っていうのは素晴らしいですね。で適性は先発中継ぎが S で、抑えも C ランクでできるというところ。表球種ストレート A、 フォーク A のみ。いやーこれすごいですよ皆さん、2種フォークではなくてスプリットフォークになるんですよね。これをどういう風にリアタイ勢が使い分けるか私には分かりません。でもまあリーグ的にはちょっと使いづらい球種ではあるんですよね。いやーでも男のロマンとして欲しい、対ピンチも持ってるし奪三振というところで、いやーめっちゃ楽しみですね。さあ巨人行きましょう。巨人は江藤選手登場です。弾道アーティストパワー80の A 素晴らしい、称号次第でミートパワー BB の79-79の同値は可能というところで、メインポジションはサード、ファーストもできるよと、まあ、守備はまあまあといったところ。アーティストプルフィッター逆境で2001年のものが登場してるんですけど、ここで気になるのがですね、まあ、OB と TS の違いはあれど、 TS の最後の方でね、巨人小久保選手登場してたんですよね、スピリッツ4000ですけども、サード丸かぶりじゃんっていうところが若干今後気になってくるなと。しかも今年は多分巨人順番的に王さんがファーストで登場するはずですよね。去年長嶋さんだったよね、あれ逆だっけ、多分そうなので、ファーストで使うこともなかなかできない、国保はサードしかできなかった、ちょっと巨人の TS や OB ガチ勢の方は迷うところなんじゃないのかなというところです。どんどん行きましょう。はい、広島はミスターカヘル山本浩二選手、毎年登場しますけども、弾道パワーヒッター、称号次第ではミートパワーの AA 同値も可能で、足も速いっていうのがこの選手の特徴で、センターの守備がなんといってもうまい、特殊で、センター A まで持っていけるし、捕球スローイング ABB すごい。でパワー比降格チャンスというところです。まあ、パワー比というのをどう捉えるかっていうのはね、それぞれ考え方あると思いますけども、これだけの打撃の、質でさらに守備もいいというところでね、まあ、隙がない選手なんじゃないのかなと。 S ランク本当にしばらく縁がないので、突完璧にできるんで今回欲しい選手の一人ですね。さあ続きまして中日は、待望の谷繁選手の中日バージョン登場という形になりました。完全パワー型で守備はキャッチャーのみで76の B、 補給する方それぞれ BBB と、まあ、なかなか谷繁選手のキャッチャーとしての素晴らしさをゲームの中でですね表現するというのは難しいのかなと思うんですけども、まあ、保守20丸チャンス降格という能力になっておりまして、まあ、打てる保守、打ててさらに守れる保守っていうね位置づけで見ていただくのがいいんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、今回のラインナップの中では若干見劣りする能力なのはちょっと否めないですね。はい、続きまして横浜 DeNA タイロン・ウッズ選手登場となりました。弾道パワー引かーっていう感じですけども、いやーアーチストで来てほしかった気もしますが、完全パワー型ですね。称号次第でミート A まで持っていけるよと。守備はファーストのみ、補給スロングひどい、肩も D ということで、もう DH 推奨でございます。パワー比広角存在感という能力で来ております。来日2年目かなの能力で来てるんですけど、まあ、この辺もねウッズ選手もなかなか
怖さ、ウズ選手の怖さっていうのをゲーム内で表現するの難しいですね、能力の中でね。さあパリーグ行きましょう。オリックスはブーマー選手登場です。弾道アーティストミートパワーデフォルトで AA の同値でございます。守備は外野も一応守れるけどファーストがメインで、捕球スローイング肩 CDD なので十分こちらはファースト守れるよと。だから今回ブーマーファースト DH ウッズなんていうこともねできる。まあそしてこちらはアーティストですから、ウッズよりもね12球団オーダーの方にとっては優先度高くなるんじゃないのかなというところで、めちゃめちゃ今回の注目の選手に、なるというふうに思います。さあそしてこちら山内和弘選手も2年連続の登場。ロッテですね、弾道アーティストでデフォルトでミパ AA の同値ということで、めちゃめちゃニーズ高いんじゃないのかなというふうに思います。そしてレフトの守備も素晴らしいということで、これ本当にねレフト山内、センター例えばさっきのね山本浩二、ライト一郎とかになったらもう本当守備無敵だなと思うんですけど、打撃も含めてね。いやー山内選手もね去年は無事獲得させてもらったんで、今年もぜひ欲しいところ。アーティスト流し打ちチャンスっていうのが非常に面白いところですけども、まあまあまあミートチューアップするんでつけてもいいかなっていうところですね。プルヒーとかとはまた違う、能力だなと思いますけども、これも注目の選手だと思います。さあ楽天は青山選手です。中継ぎですね、9位制球の BB の同値はギリギリ狙えるよっていう能力になってるんですけども、まあちょっとね、能力的には見劣りするかな残念ながらというところ。ちょっと最近不必要な、楽天運が TS から続いておりますので、青山選手要注意でございます。要注意というのは、ノーコメントでいきましょう。さあ続きましてソフトバンク摂津選手が OB 枠で登場となりました。9位制球スタミナオール B なんですけども、称号次第で何とでもなる能力。121って上がる称号ってあったっけな。そうすれば全部80でオール A 全動中が可能なんですけども、それはちょっと確認しないといけませんが、摂津選手めっちゃ熱いですね。そしてこのシンカー2球種持ちなんですよね。これがリアタイでどう働くのか、めちゃめちゃひょっとしてニーズあるんじゃないかって個人的に思ってるんですけども、あと1個速い変化球があればね、さらに鬼に金棒だなと思うんですけども、同時にですね先発中継ぎが、適正エースっていうところも摂津選手の魅力かなというふうに思います。これは素晴らしい。特殊能力の一番上が援護2007はちょっとっていうところはありますけどもね。さあ日本ハムは坪井選手の登場です。まあこちら完全ミート型82の A、 ちょっと弾道低弾道が少し気になるところですけども、まあ坪井選手もねタイガースで去年登場したりしておりまして、一応突要員はいるのでね、まあ、登場した場合はいくつか突させてもらって日本ハムの坪井を誕生させておこうかなと思うところではありますね。まあ、今回の狙いからは残念ながら外れる選手になると思います。さあ最後西武は森慎二選手です。足の上げ方がかっこいいですよね。なんかこれで本当に右足にパワー溜まるのかなって昔から思ってたんですけども、かっこいいのには間違いないですね。完全9位型称号次第で9位 A に乗るよと。で、メイン適性は多分抑えなのかな、この年の場合は。中継ぎのイメージ強いですけど、この年は抑えですね。で、中継ぎも適性 S、先発もできちゃうよと。ストレートとフォークが B 球種になってるという形で、対ピンチ回も持っておりますので、使いやすい選手、称号決まればというところです。はい、では改めましてスカウトのトップ画面に戻ってまいりました。摂津選手ね、9位制球スタミナ1、2、1って上がる称号は残念ながらなかったんで、オール A はできないんですけども、まあ、9位スタミナのね、AA のどっちとか、9位制球の AA どっちとか、まあ、それぞれのチームのニーズに合わせてね、持っていける、なんとも汎用性のある能力かなと。ただ、問題は、ね、完突できるのか、突入と、ね、なんだっけ、称号4位を用意できるのかっていうところはまた別問題になってくるかと思いますけども、今回はまず50連引いていくぞーと思っております。よかったら最後まで見ていってください。30連目で誰を引くか。さあ、狙いなんですが、まあ、狙いって話になってくると、もうそりゃブーマー選手ですよ。はい。ブーマー、村山、この二人がどうしても欲しい。村山はもうタイガースファンだったらもう絶対扱いたいのよ。とにかく扱いたい。で、山本浩二かな。そうですね。そうですね。山本浩二、村山実、ブーマー。この三人が、主たる狙い。ただし、これやっぱすごいのが、江藤選手出ても嬉しいし、ウッズ出ても嬉しいし、山内選手出てもめちゃめちゃ嬉しいし、摂津選手だって使い道あるしって考えると、まあ12分の8ぐらいはね、
嬉しい選手でまとまってるんじゃないかなと思います。さあイベントボーナスをつけてとっととイベント頑張りたいと思いますので、ガチャ引いていきたいと思います。いきましょう、10連目お願いします。自チームとりあえずタイガース、さあどんどんいきましょう。いや村山選手早く使ってみたいな。ただリアタイをそんなに主にやっているわけではない僕にとっては、村山選手が果たして使いやすいのかはわからない。やっぱイベントボーナスつけたいんで、 A ランクの OB 選手、まあ、後々の突要員も兼ねて出てほしい。さあ来い、 A ランク立山選手、これはめちゃめちゃ嬉しいですね。幸先 B ランクの立山選手も出た。もう一枚ぐらい、はいはいはい、 A ランクの村山選手めっちゃ嬉しい、まあ、S ランクは絶対取るから、うん、この A ランク持っとくのは突要員として最終的にめっちゃ嬉しい。最後も OB 来たらすごい、うん、いいですね。幸先いいわ、まあ、S ランク来てほしいけど早く。 A ランクの OB いきなり3枚はいいっすね。はい、今回のガチャ S ランクは 50% で OB 選手、 A ランクは 30% で OB 選手なので、さっきの A ランクの確率は非常に良かった。これは S ランクにつなげていきたいところでは、20連目いきましょう。頼む。さっきと同じ流れなんかやっぱこの3つまでが緊張するよね。なんかこの3つまででほぼ決まるっていう感覚だから、どうしても。うわー、さっきよりちょっと下回ったね。スパイクがさっき赤だったもんね。あ、飛ばない。いやー辛いね。途中で A ランク止まってくれたら御の字。来い井口選手。まあまあこちらは現役の選手でしたね、通常選手と言うべきか。さあ最後 A ランクポンセ選手。さあ30連目来ました。唯一の確定枠になります。ここで誰が出るか、いやマジで山本浩二、村山、ブーマー、頼む頼む、この3人の中に誰か出てくれ。いくぞー、30連目お願いします。いいね、流れ星スタート。パチンコエース入っちゃう？村山！そういうわけにはいかなかった。さあ、最初の流れ星だけはきついよ。あー、ちょっと！うわ、2枚引きさせないよ、明らかに。あ！出ましたよ。やったー！ 1 枚目！ウッズ選手嬉しい。ウッズ選手も突要に欲しかったから、もし S ランク当たった時用に。いや、これは、驚きですね。村山選手確定ですか？演出。違ったらどうする？ない。と思うけど、青山選手。うん、大丈夫。S じゃなきゃ大丈夫。楽天運は発揮したくないから大丈夫よ。さあ、来い。30連目で、迎え入れます。村山実。二代目ミスタータイガース。やば。やば、めっちゃ嬉しい。やば、絶対使う。ということで皆さん、30連目で無事村山実獲得しました。ありがとうございます。いやー早く使いたい。この2種フォークがどれぐらいね、先発という立場で効いてくるのか、まあ、抑えではね、長川選手とか佐々木和弘選手とかね、大魔神ですね、いましたけど、先発でこの無尽蔵のスタミナでフォーク投げ続ける、どんな感じなんでしょうか。さあ自チームをオリックスに変えてきました。ブーマーめっちゃ欲しいということで40連目いきましょう。もうだいぶ30連目が狙いが嬉しかったんで、30連目がね、だいぶ落ち着きましたけど、まあ S1 枚には変わりないんで、どちらにしてもやっぱもう1枚ぐらい来た。 S ランク確定してきたぞ。さあ 50% で TS、 バット当たったらブーマー、なんか当たりそうな気がしちゃった。1回当たると、はい、 OK、 S ランク確定。1枚目、磯畑選手。こちらはね、いずれ本当に活躍してほしいから A ランク取ってるよ。2枚目来た！いやー、マクブルーム選手、しかもシリーズ1。こちらの選手はちょっと残念ながら、トツもできそうにないので、残念ながらイベントボーナスは 50% にとどまっちゃいますね。でもまだ2枚目なんで、この後もう1枚ぐらい S 食う可能性もある。まず炎、狙って。最終枠 A ランク中川選手でした。さ
さあでは今回はラストにさせていただきたいと思います。50連目。いや今回は本当に激アツラインナップ、まあ、例年ですね第3弾とかがね激アツになるはずなんですけども、まあ、今回もね、いろいろまだ今後アニバーサリーとかダルビッシュセレクションとかやってくる中でこの第1弾のこの厚さっていうのはいや本当例年なんか面白くしてくれるよなっていうね印象ですけども、最後50連目なんとか S ランクもう1枚ぐらい引いて、自力 S ランクをもう1枚ぐらい引いて終われたら最高。マクブルームで終わりたくない。1回も調子くんレッツゴーにならなかった。とにかく1回もならなかった。全部ピッチャー調子くんだった。全部緑いってる。やったー、 S 確定だ。青くなってる。ブーマーかも。違う。まあ。今度こそ勝ってほしい。まず OB。OB チャレンジ。OB チャレンジ来い。来い！坪井選手！狙いからは完全に外れてるけど、凸ができるのでイベント的にはありがたいかな。まあ、今後タイガースでまた登場した時用に日本ハムの坪井選手をとりあえず凸させてもらいましょう。坪井と一郎が同じチームっていうのも夢がありますよね。一郎選手も持ってるんで。さあもう一枚ぐらい坪井じゃなくて、そういう意味じゃないのよ。ちょい。もう一枚坪井って意味じゃないのよ。さあどっかで、もう一枚ぐらい。来い！ A ランク柳田選手、まあ普通に嬉しいけど。最後 !A ランク比嘉選手でした。ということで、ガチャを終えた段階でイベントボーナス 450% まで今回稼ぐことができました。いや、前回のイベントの時と比べるとめちゃめちゃいい感じ。S ランク3枚、今のところ当たっております。そして、OB の、A ランクも5枚、50連で5枚。10連目で3枚だったことを考えると、ちょっとシリーズボミ感はありますけども、その他、現役の A ランクの選手もいて、現状 450%。まだ凸とか、やるとですね、だいぶ変わると思いますので、次回もう一回ねガチャ動画出させていただこうと思いますので、その時、どれぐらいまでイベントボーナス上げれるか、また一緒に楽しみに見ていただけると嬉しいです。ということで今日の動画の内容良かったよ、面白かったよ、村山良かったねと思ってくださる方はぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。